と、まあ、震災以降からの震災からの復興、あるいは昨年来取り組みました市況の立て直し等々で、今あの社内は非常に前向きといいますか、ポジティブな勢いがあると思ってますので、まあ、その勢いを損なうことなく、ぜひ先ほど申し上げました総合目指す企業としての飛躍につなげていきたいと、できれば次の世代により高いレベルで助けがつなげるように頑張ってまいりたいと、このように思っています。あの工場におけるですね、そういう老朽化対策、あるいはもう少し前向きな面で申し上げますと、そういう資金的な制約の中で省力化、あるいは省エネといった面では、もう少し資金さえあればここに手を入れれば1年2年でペースするといったような案件かなり抱えながら来ておりますので、そういったところにも早急に手を回しながら国内のオペレーションをもう一段強制力のあるオペレーションにしていきたいというのが2点目でございます。3点目は、まあ、着実な成長という意味でこの間取り組んでおります海外戦略の展開、これにも力を入れてまいりたいというふうに思っております。でもですね、そういった中でどういったその力学が働いてて何が必要かといったような観点の中でその件については対処していきたいと思ってますし、確かにその投資その他に関してあの大きいことがいいことであることは間違いないことだと思いますけども、やはりトータルとして企業価値の向上につながるのかどうかといった観点の中で、そういったことについては一点一点慎重に考えて対処していきたいというふうに思っております。海外で今我々が持っているその事業の強みの中でという意味では、紙に割とこう特化したような今展開してますけども、まあ同時にそのこれからの我々が目指している方向からいくと、いろんなその事業分野総合バイオマス企業ということの中でカバーしていくあのつもりでおりますので、そういった商品群の中でもう一回国内あるいは海外を捉え直したときに、おのずとやっぱり今のその国内海外のバランス、あるいは商品構成とは違った姿を我々は当然志として持ってますので、そういった中であの段階を踏みながらですね、あの目指す方向に持っていきたいというような考えです。即答で頑張りますので、引き続き、アドバイスよろしくお願いしたいと思います。